顔の造形も素晴らしいし、まあ、ロボットモード全体のね、この再現度がとにかく高い。もうどれよりもかなり複雑で面白い変形をします。これでね、変形完了です。ビークルモード。やばくないこれ。さっきのロボットこれなんだぜ。すごいよね。ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。トランスフォーマースタジオシリーズ、オートボットホットロッドだ。あ、全国の玩具野郎集結せよ。改めていつも僕の動画を見てくれて本当にどうもありがとう。僕の動画にいつもコメントをいただくんだけども、リクエストがちらほらありました。あれ、ウォーターファスタジオシリーズのホットロッドレビューしてないの？めっちゃ楽しみにしてたのに ないのかよというコメント本当にちらっといただいて、あ、そういえば僕レビューしてないなというわけでね、改めてこれをレビューします。ちょっとクイック気味ですね。とにかく変形パターンを紹介したいっていうことで慌ててカメラを回しています。で、これはね、海外ではだいぶ前に発売されて、僕はレビューをしていなくて、つい最近これがね発売されたんですね、日本でね。なので僕の動画を見て変形させたかったよーという人がね、ちらほらいらっしゃってすごく嬉しいです。これはね、まだ持ってない人に言いたい。これ、超すごいですね。超絶変形をします。これはね、デラックスクラスとなっていて、ビークルモードは、ランボルギーニ、チェンテ、ナリオ。これから完全変形するというね。これがね、とにかく素晴らしいんです。というわけでね、変形難易度もちょっと高いんで、まあ、これの変形パターン見たいよなという感じです。じゃーん、アッケーロしました。ロボットモードで、このように入っています。まず、ロボットモードはスタイルが超いいです。何が超いいかっていうとさ、側が全くない。さっきも言ったけど、本当にこれ車に変形するのかっていうぐらい素晴らしいです。あとはね、ホットロッドといえば、劇場版第5作品目に登場したキャラクターで、まあ、ホットロッドといえば往年のトランスフォーマーファンだったらね、次期総司令官になる若者青年というイメージがあるんです。だからね、第5作品目見に行った時、はあ、はあ、これが次の総司令官になるのかいと思ってね、見てたんだけど、あれ終わっちゃったみたいな。あ、特に何もないのねみたいな感じでしたね。ちょっと近くで見ていきましょう。頭部。造形すごくいいです。で、あとはこのアクセントカラーのオレンジもとっても綺麗な色で、目のこのブルーもね、よく光って見えます。顔の造形も素晴らしいし、まあ、ロボットモード全体のね、この再現度がとにかく高い。このホットロッドは、放映時に、ロックダウンっていうね、キャラクターのリデコアイテムが発売されてて、まあ、ビークルモードは同じ、車、ランボルギーニタイプなんだけど、まあ、その理由だけでね、ロックダウンの母ちゃんになってたから、もう待望だったんだよね、これね。それでオタファがレビューしてないというね、もうこれは良くないでしょうというわけですね。この武器も嬉しいですね。この武器も専用のものになっていて、このスカイブルーのね、塗装が綺麗です。いや、とにかく嬉しいよね。で、稼働もちょっと見ていこうか。このロボットタイプになるとね、トランスフォーマーはご存知のない方のために説明すると、フルアクション仕様となっています。各部がボールジョイントや軸でよく動きますね。これすごいのはさ、デラックスクラスというこの小さいサイズながら、手首がちゃんと回るんだよね。手首の可動も入ってるし、あと腰も回るし、足の付け根もボールジョイントで、とにかくね、よく動きます。かっこいいね、アクションポーズを取らせることなんかもできますね。ちょっと実際にアクションしてみようか。そうだな、なんか劇場版見に行った頃をすごく思い出しますね。あ、なんか、あ、なんかもうちょっと大きい活躍あるかなと思ったんだけどね。なんか自分のイメージとはちょっと違う感じではあったけどね。こんな感じです。かっこいいよ。この後ろの羽がちゃんとついてたりとかね。うん。そのホットロッドの記号としてはもうバッチリなんだよね。まあ、ロボットモードこんな感じです。あ、そうだ。せっかくだから、大きさ比較とかしようか。ちょっといつもだとね、いろんなもの、おもちゃとか用意して、じっくり比較とか、他の作品のものとか並べたりしてるんだけど。まあ、ちょっと今日はこれで勘弁して。ガンダムと並べるとこんな感じ。ロボット魂サイズです。こんなにちっちゃいのに見事に完全変形します。これぶっちゃけデラックスクラスでできるマックスだろうっていうぐらい。他の商品より、もうどれよりもかなり複雑で面白い変形をします。というわけでね、早速変形いこう。トランスフォーム。今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ4。
少し難易度高めかなという感じです。一部タイトなところとかもあるんだけど、この変形パターンがとにかく見事です。ゆっくり行きましょう。今日はねこれがメインですからね。まずここを開く、中からこのパーツを出す。これはねここでロックされてます。これを出したらまた閉じてください。さあそしたら今度は足回りですね。腕ちょっと開いて腰の部分でぐるっと回してください。そしたらこっち向けます。太ももの付け根で内側に回す。反対側も同様。タイヤを折りたたむ。さあそしたら今度はねここら辺がねちょっと細かい動きしますね。ここにいくつかの軸があるんで、足を持ってグッと内側に入れてください。結構飛び越えるような感じ。ここまでグッと持ってきてください。そしたらねここに小さいパーツがあって、一つ、もう一つ、ここにあります。これを反転させる。これ後で解説するんだけどね、このパーツ取れやすいです。取れやすい、うん。そしたらこれをこっち側に曲げてください。でこの中にね凹凸噛み合うとこあります。このように形を整えてください。ちょっと待って、よいしょ、こうかな。このようになります。こうかな。そしたら反対側も同様、同じようにゆっくりやりましょう。こうやって持ってグッと上まで持っていってください。そしたら一つ、二つ目はここにありますね。これ出す。そしたら内側に寄せると。で横で止める。そうするとこのようになります。中央部分で合わせる。このウィングのところは上から乗っける方式になってて、この凸の部分を上にあてがって左右を止めてください。そうするとこのようになります。さあそしたら足を倒す。そしたら今度はこのウィングだった部分ですね、ここに側があります。これ伸ばしましょう。こう。そしたら下げる。そうするとね少しこうビークルとつら位置になるんで、少し合わせておいてください。さあそしたら今度はこの部分を反転させる。押し込めます。押し込んでここら辺合わせましょう。僕の場合はこう押し込んでこんな感じかな。横のこの凸をね合わせるようにすると、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、引っかかった、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ゆっくりこういったとこも合わせて見てもらいましょうか。うんうんうん、あるあるなんだけどね、トランスフォーマーね。はい、こんな感じで側が綺麗になったでしょうか。こんな感じですね。そしたらさっき下ろしたこれを、まあ、また上に戻しながら各部を合わせていくという感じです。僕はこうやって持ってここに注目しながらこういう感じです。綺麗なね、つら位置になるかと思います。どうでしょうか、ここまで。さあ正面から見てみましょう。このようになっています。このパーツを開く、これポイントは下に下ろすっていう感じですね。ちょっと一回やってみましょう。横にずらして下に下ろす。いい？見えたでしょうか。ちょっと下に下がっているのがわかるかと思います。反対側も同様、こうです。こうするとね、綺麗に定位置まで開きます。そしたらお腹も、ああそうだ、頭部ね、頭部を反転させて少し上向きにしておきます。こうかな。あ、上じゃない、あ、ごめん、こっちだ。だから、上じゃなくて下げるのか、うん。まあ、こんな感じになります。そしたらお腹持ってこのまま引っ張る。ちょっと待って、ごめんなさい、よっと、これですね。これが取れる、これが取れて、でこのお腹の部分もね回ります。ゆっくり回しながら頭がぶつからないようにぐるーっと回してここまで持ってきてください。
じゃあこのお腹だったパーツは開きます。開いておきましょう。もうちょっとで終わりです。ところどころでね、あ、側が外れてると思ったらその都度やってください。こうですね。さあ、そしたら続きいきます。これ斜めにスッとね、こう軸で、軸とボールジョイントでこう下ろして中に入れます。目安としてはこの位置変わらずに、なんつうんだろう、こう動くから、動かしながらいろいろやるんじゃなくて、この角度のままこうやって密着させてください。そしたら腕を、最終的にはね、いろんなところがくっつきます。こんな感じで軽く位置を整えてください。こうやって、そうするとボディの一部になりますね。こんな感じになってて、最終的には、ああ見えた、これかな、これが突起になっています。これがこの中に、これか、この穴に入ります。入れつつ、こういったいろんなところにね、穴があるんで、こう入れていくと。反対側も準備しておきましょう。こうゆっくり下げて形作っておいてください。僕の場合はここまでやったら、このパーツをさらにぐるーっと反転させて、まあ、ボディの一部にするわけですね。ゆっくりいろいろと干渉に気をつけながら、こうやって押し込んでください。グッと。ここまで来たら、さっきのね、凸がはまるように、ここら辺にあったよね。これグッと押し込む。先にこれをやってから、上をこう、合わせるように、つら位置にしてあげるような感じ。反対側も同様。位置を合わせて、ね、ここに位置を合わせて、で、こう、最後にグッといろいろ押してあげると。こんな風にしてあげると。あとはやり漏れてるとこないかな。細かいんだけど、ここデザインが、ここを倒すことでね、ぴったり合うんだよね。この中の一つのパーツがね、外れやすいんだよね。これが定位置かなと。これでね、変形完了です。ピークルモード。やばくないこれ。さっきのロボットこれなんだぜ。すごいよね。変な話だけど、なんかこの7割ぐらいがさ、甲羅のようにロボットから背負ってるわけでもなく、本当にこの、多分このぐらいの一部の側が、さっきあったけど、うん。え、どっから出てきたんだっていうようなパーツがいっぱいあってね、とにかく感動ですね。ロボットモードの時の胸部だったり、ランボルギーニっぽいのがあったりとかね。このマークがあったりとかね、質感めちゃくちゃいいんだよね。オレンジのアクセントカラーも効いてるし、クリアパーツのスモークブラックも綺麗だしね。で、ちゃんとここにウィングがあったりとか。どうでしょう？結構変形は干渉するところが多かったりするんでね、確かにね。なんだけど手順しっかり守ったり、ポイントが自分で分かっていれば大丈夫かなという感じですね。この武装はここに突起があります。これをこの穴に入れる感じですね。左右どっちでもいけます。こういう感じで取り付けてあげましょう。これでね、完全変形。いや、すごいよ。なんでおたほこれレビューしてくんねんだよ。嫌いなのかいこれって思うよね。ごめんね。こんな感じ。車高、あれがね、すごい低いです。いい転具合ですね。男は黙って殺そうか。というわけでね、もう一回元に戻しましょう。トランスフォー少しスピードを上げつつ、基本的にはさっきと同じです。というわけでね、行きましょう。さっき、ここですね。ここに指入れて、グッて引っ張る。そして、ここは、こういう感じで軽く爪を入れてあげると、スッと離れます。そしたらこの側はこっちに持ってきちゃいましょう。反対側も同様。グッと、やりましょう。さあ、そしたらこのフロントの部分。ここが、こう外れます。で、頭とね、ぶつからないように、ゆっくり回しながら、こうやってやってあげるといいです。こんな感じになります。さあ、そしたら、今度は、さっきを思い出してください。ここに突起ありましたね。これを、離すイメージで、後ろ持って、
こういう感じでね、一緒に下げてあげると分割します。優しくやってください。そしたら、このまま、この横のウィンドウをね、こう外してください。こう。そしてね、ごめん、工程忘れてた。これ、肩上げてください。あ、このタイミングでやると何にも干渉しなくていいな。うん。これですね。ある程度は変形ミスっても大丈夫ですね。これまだ上げなくていいです。そしたら、ここは、さっき軽く持ち上がりましたね。持ち上げたら反転。で、上に持ち上げるか。これですね。まあ、さっきね、じっくりやったからね。まあ、これはなんとなく、見てもらえればいいかなと思います。そしたらこれを、胸部になると。この時ね、ある程度の定位置が、ここを整ってないと肩降りてこないんで、まあ、こんな感じにして、こうやって下ろしていくと。で、これがお腹の一部になるんで、これを下ろして、このようにすると。こうですね。で、これズボッと入れると。で、胸部。で、さっきの逆だね。上に持ち上げて、横にずらす。上に持ち上げて、ずらすと。スムーズにいきます。ここまではどうでしょう。もうほぼ終わってるよね、これね。え、これ入れたっけ？うん。さあ、そしたら、あ、すごい細かいんだけどね。さっき、下ろしたから、もう一回元に戻し、分割。ですね。こっちから見てみましょう。さっきの逆の工程になります。極力、こことここに触れないでください。この時ね。こうやって持って、横にずらす。こう。そしたら伸ばす。ぐーっと下まで下ろす。そしたら二つありましたね。これと、これ、二個。これです。正しくできてるとね、内側全部向いてます。反対側も同様。だからこことここ触らずに、こう持ってきて、まあ流れで言うとね、こういう感じです。覚えちゃうとね、そんな難しくないですね。そしたら、足こっちです。こっち向けて、タイヤを、こっちです。このように持ってきたら、腰の部分で回転。おとととと引っかかってきましたね。こんな感じになります。ゆっくりね、形整えながらやりましょう。よいしょ。そしたら、これ最後でいいや。ここ開いてね。ここ開いて、で、まあ、さっきも言ったけど、まあ、これ凹凸噛み合うんで、ここで合わせると。中に入れる。あとは細かいところをね、少し調整してもいいかなと思いますね。ウィングだとか、肩の位置だとか、ちょっと調整して。で、まあ、ちょっと結果最後になっちゃったんだけど、頭部を反転させて、まあ、武器とかね、持たせれば。はい、これで元に戻りました。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のホットロッドのレビューいかがだったでしょうか？まあ、今日はね、クイックレビューという形で、主に変形をじっくり解説してきたんだけど、そうだな、なんかすごく嬉しいな。なんか僕の動画を見て、参考にして変形させてるんだよっていう声を聞いてね。なんか改めてすっごい嬉しかったですね。ありがとう。気になった方、ちょうどね、発売されたばっかりなんでね、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になった、オタホのレビューいつも見てるぞという方ね、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつもね、本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。あ、オタホは、変形の、工程参考になったよとかね、あ、確かにこれはかっこいいなとかね、待望のホットロッドの立体物だねとかね、などなど。あ、最近ね、こんなトランスフォーマー発売されたねとかね。あ、オタホあれをやってくれとかね。そういえば、クロスヘアーズやんねえのかとかね。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタホでした。またねー。ガンガの刺激せよ。ミッションを繰り出せよ。変形合体。
憧れてた夢のトランスフォーム、若さの秘密基地。